成田のせがれか。でかくなったな。娘です。もう相変わらずですね、親方様は。まあ私より頼れる男がいないっていうのも事実ですけど、私だって、はあ、なんかいいことないかな。まだまだだな。え、小せえんだよな。ま、せいぜいいい女になれ。ひどっ。負けない。後続の武田軍が上杉の横っ腹をつく段取りだ。武田を迎えるため邪魔なもんは取っ払っとけ。頭にやってます。天使の野郎、何様のつもりか知らねえが、ここらででかい顔されちゃ迷惑だ。潰しきれいぜ。敵将ぶっ飛ばしてやったわ。
敵を侮ったか。この兼続、まだまだ未熟者よ。これより北条軍を援護する。行くぞ。戦を長引かせては不利。敵本陣に向け進軍を。頭冷やせば敗北。守りを固めろ。やりゃあできるじゃねえか。
なさいよ。私は行くわ。この行走、軍神様も道を譲っちゃうかも。頭冷やせば誰が俺よ。あんたに絶対負けない。この剣心を阻まんとするか。もう負けないから。主が闘争をたたえ飛行。ああ、本当に剣心さんを追っ払っちゃったよ。何あれって思ってたけど、やるんだあの子。にゃはん、舐めないで。私が負けるわけないでしょ。そなたの働き見事だった。カイ殿も素晴らしいご活躍でした。ほーんと、すごすぎる活躍だったよね。同じ女とは思えない。へえ、私が雪村様に褒められたのがそんなに悔しいわけ？あー、勘違い。自分がいつも誰にも褒めてもらえないからって。はあ、褒められてます。いつも私の実力で勝ててんのよ、うちは。いるんだよね。ひど。小せえんだよ、ドアホ。だってこの子が。今日で全部終わりか？終わってねえだろ。先は長い、死ぬほどな。何度戦に勝ったところでバカ騒ぎは続かねえ。この乱世の終わりまで、今からどこまでお前らがそうやってアホみてえにキャーキャー騒いでられっか、あの世に行っても見ててやる。